こういうチーズがとろけて美味しそうですね。これがうまいんですよ。はい、どうもりょうりょうさん、りょうりです。りょうりです。今回はですね、超手軽にできる簡単おつまみを作っていきたいと思います。なんと材料は2つだけです。卵豆腐と、とろけるチーズだけやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあです、作り方は超簡単です。こちらの卵豆腐を剥いていただいて、ここにお皿に出していきます。おー、このとろけるチーズです。これ、ね、卵豆腐とものすごい相性がいいんですよ。卵豆腐にのせていきます。のっける感じでね。そうこれを何分だっけ、タレをかけるんだって。タレかけました。これで600ワット1分20秒チンしていきます。ガスしません。はい、ということでですね、出来上がったみたいですので、出して、あ、こんな感じ。これね、チーズがとろけて美味しそうですね。黒胡椒パラパラっとかけます。これがうまいんですよ。そうしましたらチーズ卵完成です。それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。いや、楽しみですね、これね。めっちゃとろとろ。これ卵豆腐の一番美味しい食べ方。いただきたいと思います。めっちゃめちゃうまい。おお、これはね、めっちゃめちゃ美味しいです。卵豆腐のこのワンチーズ用のこってりさが包んでくれる。うん、これはね、酒飲みにはたまらんですよ。今回のチーズ卵豆腐、卵豆腐ととろけるチーズさえあれば、すぐできちゃいます。すぐできちゃいます。言わんのかいとこは。ということで、ぜひ皆さん試してみてください。どうですか？オッケー、いいですか？ちゃんと返事する。まあ面白ければいいと思って、これは。まあそうだね。携帯の着信音まで反応すな。